ウィルバー・ルイス・ロス・ジュニアは、アメリカ合衆国の政治家、投資家、銀行家、ドナルド・トランプ政権で、第39代商務長官を務めた。1937年11月28日に、ニュージャージー州ウィーホー県に誕生する。1962年に、ハーバード大学経営大学院を優等で修了し、経営学修士の学位を取得した。 フォールクナードーキンス・サリバン証券社長等を経て、1987年から2000年まで、ロスチャイルドプライベートエクイティファンドマネージャーを務めた。2000年に投資ファンドの WL ロスカンパニーを設立し、CEO に就任。国際鉄鋼グループ会長、国際石炭グループ会長、インターナショナルオートモーティブコンポーネンツグループ会長、等を歴任し、戦意、直接投資。 電気通信、石炭、鉄鋼など様々な製造業で業績の悪くなった会社を再建したことで知られる。その手法はレバレッジドバイアウトに特化しており、複数の企業を苦しませた。1999年に幸福銀行を買収し、2001年に関西爽やか銀行として再生させた。2003年に 太陽パシフィックパートナーズと共同で設立した太陽ファンドでは、投資委員会会長を務め、年金赤流金管理運用独立行政法人の資金の運用も行う。非営利組織であるニューヨークの日米交流団体ジャパンソサイティで2005年から理事となり、2010年から会長を務めた。ジャパンソサイティの会長の経歴も合わせて、日本では地日派とも報じられている。 東日本大震災では被災地支援基金を設立し1388万ドルの寄付金を集めた。2014年には日本政府による朝日、重光明を授与されている。2014年8月付のホーブズ氏にロスは純資産29億ドルにも上る世界有数の大富豪として掲載された。またロスチャイルドに従事しながら帰還化現象に 中心的な役割を果たし、NM ロスチャイルドサンズに所属していた頃に、ドナルド・トランプと知り合う。2016年11月24日に AP 通信はロスがトランプ次期政権の次期商務長官に指名される見通しであると報じ、同年11月30日にトランプ政権移行チームがその移行を認めた。2021年7月23日、中国外務省は、 ジョー・バイデン政権が中国政府の香港出先機関の交換ら7人に制裁を科したことへの報復として、ロスラアメリカの計7個人組織に対し、反外国制裁法に基づいて制裁を科すと発表した。2016年11月30日にドナルド・トランプ、次期大統領によって商務長官に指名された。公聴会は2017年1月18日に、 開催され、2017年1月24日に、アメリカ合衆国上院の商業、科学、交通委員会で、発生投票により承認された。2017年2月27日に、ウィルバー・ロスの第39代、アメリカ合衆国省務長官就任は、アメリカ合衆国上院において、賛成72、反対27で承認された。上院の公聴会では、 真っ先に対処するのはナフタだと述べ、メキシコ・カナダ両国に最高賞を通知する考えを表明したと報道されている。2017年3月10日に、商務長官就任後の記者会見で、日本との通商関係は優先度が高いと発言した。日本の世耕広重経済産業大臣と3月16日にワシントン DC で会合を開催する見込みと報道された。 2017年3月30日にロスは CNBC のインタビューに対してメキシコとカナダだけでなく世界のほとんどの国に不公正が残っている。欧州連合、中国、日本は輸出に際して付加価値税を課していない。しかしアメリカでは同様の優遇措置を適用できない。交渉で優先する事項は税の条件を公平にすることであると述べた。 2017年5月4日には3月の貿易統計から対日貿易赤字が前月比で33%増えたことについて耐え難い水準に達していると声明を発表した5日には鉄鋼のような本質的に重要な産業においてアメリカ市場が破壊されることはもはや許せないと述べ日本とトルコから輸出された鉄筋にダンピング認定し 日本に206.43%から209.46%トルコに5.39%から8.17%の反ダンピング関税を課すことを決定した。一方で上院の公聴会では世界で最も保護主義的な国だと批判していた中国に対してはアメリカの貿易赤字の半分を占めるにもかかわらず改善していると批判を避けた。11日にトランプ政権で 初めての貿易交渉での合意である100日計画を発表した際は、米中の今までの歴史を超える超人的な偉業と持参した。2017年11月8日にトランプ大統領のアジア歴法に途中から同行して、ボーイング、ゼネラルエレクトリック、ハネワル、ゴールドマン・サックスなど大企業の CEO ら、財界人で構成された。 施設団を率いて中華人民共和国を訪問し、北京の人民大会堂で行われた90億ドル規模の契約の調印式に中国の応用国務院副総理と共に出席した。2018年5月3日にマヌーチン財務長官、ライトハイザー通商代表、クドロウ国家経済会議委員長、ナバロ通商製造業政策局局長らと共に中華人民共和国の北京を訪問して、 中国の劉鶴国務院員副総理らと通商協議を行い17日からワシントン DC で開催された第2回の通商協議にも出席した。2018年5月31日に中国をはじめとする日本など世界各国に同年3月から適用した鉄鋼、アルミニウムの関税を暫定的に除外していたカナダメキシコヨーロッパ連合にも課すことを決定した。 翌6月2日に中国を訪問し、中国の劉鶴副首相と第3回の通商協議を行って、対中貿易赤字策原作の具体化を議論し、7日に ZTE の創業禁止措置解除で合意したと述べた。2018年6月20日に中国製、日本製、ドイツ製、ベルギー製、スウェーデン製の一部品目を対象に、 鉄鋼輸入制限の初の除外を発表した。パラダイス文書を足掛かりとする調査によって、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領家族と近い、ガス会社であるとの取引で利益を得ていたことが分かった。ありがとうございます。